どうも、坂本龍一です。2020年6月に、がんであることを、が分かりましてですね、それ以来あまり表立った活動はしてなくて、現在も治療を続けています。なので、かなり体力も、落ちてしまって、1時間とか1時間半のね、通常のコンサートっていうのはもう難しいんですよね。なので、今回はですね、一曲ずつここで撮影して、で、それを編集して、一つ流れのコンサートになるように、してですね、それを発表しようということになりました。で、今回はね、特別に NHK の509というスタジオをお借りしています。ここは、僕はね、それこそもう40年前かな、 NHKFM の、番組を担当していたこともあって、毎週のように来ていたんですけども、こんな大きなスタジオは特別な時にしか使えませんでしたけども、この NHK の中でも一番大きいスタジオで、とっても音がいいんですね。で、何度も録音したことあるんですけど、ここを特別に今回お借りすることができまして、さっきも言ったようにコンサート形式の映像を作って、皆さんに見ていただきますので、どうか楽しんでください。通常のね、コンサートのように楽しんでいただければと思いますけども。それでは、エンジョイ。